はい、こんにちは、翔太です。ポケットマスターソードシールドのシングランクマッチやっていこうと思うんですけど、なぜかね、なんかね、この構築用意してきて、ウキウキでやろうと思ったら、なんかダメって言われるんだよね。これ。バトルチームのポケモンに問題がありますってさ、どこがどんな風に問題なのか言ってみろよ、お前っていう話なんだけど、ただね、なんかわかんないのが、全部さ、このマスターランクリボンついてるやつなんだよね。だから、バトルレギュレーションマークの付け忘れとかじゃないと思うんだけど、なんかダメって言われるんだよね。逆に何がさ、違ったらできるのか。で、最近のこの動画的に、ホーイーベルラッキードラパメタモンを結構使ってたから、カバルドンがね、ワンチャン悪さしてるんじゃないかと思うんだけど、カバルドンちょっと一回適当なランドロスにしてみるか。これでどう？ここランドロスに変えて挑戦するの初の試みなんだけど、これだったらいけるんですかね？これ全部動画でランクまで使ってた個体だから。なんでなんかなー、マジでなー、なんでなんかなー、なんでなんかなー、わからんなー。ちょっと試しにこっちの中身一切いじってないから、この構築は全然動画で僕使ってたから大丈夫だと思うんだけど、これならいけるんじゃない？なんかさ、なんか僕だけこのゲーム遊べないようにされてない？これ多分最近のね、この動画見てる人は見覚えあると思うんだけど、全部使ってたやつだから、これは？あー、アローラか。ダメってことはないと思うんだけどな。なぜか、僕だけこのゲームから締め出されたわ。ちなみになんだけどさ、受けループあったらゲームさせてくれるとかあるのかな？ちょっと気になるからやってみようかなと思うんだけど、これも 待って、ちなみに僕これね、この動画撮影してる前日、4月12日には撮影してるんだけど、11日にも同じ目にあって、それ動画撮影を断念してて、僕なんか間違えてないかな？突然ルールなんか変わったりした？禁電一体になったとか。そんなことないよね。6匹すべて違うポケモンでしょ？違う道具、特別なポケモンは入れてない。なんでなんだろう シーズン29ってなんか違ったりします？ルールが。わかる人マジで いたら教えてほしいんだけど、本当に、本当に僕だけなんかこのゲーム、できなかったわ。